都に越してきて、それで京都に来た初日にここに来て、シミフラに来てライブがあって、そこで大浜くんに会いました。大浜くんに、それで大浜くんにファクトリー京都があるから来てって言われて、そんなこんなで今月からファクトリーに住んでるんですけども、その初めてこう京都に来て、市民村に来て、大浜くんの歌を聞いてちょっと衝撃的で、あの国道沿いの米はうまいのか、大浜くんの歌を次歌います。ありがとうございます。